はい、えっ、ー、と。それではですね。えっ、ー、と今から始めるレンズというところタイトルでお話したいと思います。えっ、ー、と、多分そこのアンカンファレンスのところのに、えっ、ー、とプリズムの話も話し入れようかなって言って書いたんですけれども、ちょっとですね。えっ、ー、とまあ、レンズの方を注力しようかなと思ったので、すいませんが、ちょっとレンズの方だけの話しようかなと思います。えっ、ー、と今から始めるレンズっていうタイトルで発表したいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、とお前あありがとうございます。 えっと、ありがとうございます、えっと、お前誰だよってことで、えっと、青山直樹と申します。ツイッター、GitHub は、えっと、こちらのアカウントで、えっと普段はセプテ定にオリジナルというところで、えっと、お仕事をしています。で、えっとですね、本日のこのお話、えっと、以前ちょっと、えー、なんだろう。 スカラ関西サミットのえっでお話しさせていただいたものをベースにちょっとだけ書き換えているものでちょっとですね昔の話を思い出しながらって感じになっちゃうんでもしかしたら最初最後の方ちょっとだけでもやらせていただくんですけどもその辺手こずったりしたらすみません話の方はちゃんとしますので大丈夫で聞いていただければと思います。 えっとですね。あとはですね。ちょっとだけ大人の事情がありまして、ええっとスライド切り替わります。はい、えっと皆さんレンズってご存知ですか？この中でレンズご存知の方、ちょっとお手上げいただけると。お意外といらっしゃいません。ありがとうございます。えっと、じゃあ話が早いかもしれませんね。 えとレンズ、そもそもスカラでレンズを使うモチベーションってなんだろうかっていうところですけれども、えー、とネストした構造に対するコピーメソッドがすごいこう深くなってしまったりとかですねあとはですね、まああの、そもそもレンズ自体からでさまざまなデータ構造を共通のインターフェースで操作できるっていうところがありましてでその特定のアーキテクチャにも依存しないというところもありましてやっぱりこう汎用的にデータを操作するという点に関して、えー、有用ではないか有用なので使いたいですよねっていうモチベーションがあります。 まあ、例えばこのような形でですね、えー、ともしかしたらご経験があるかもしれない方もいらっしゃると思うんですけれども何、えーまあ、かこうあんまりいい感じにデータを定義しなかった場合構造を定義しなかった場合にこういうことが発生したりしうると、まあ、これはさすがにちょっとつらいですよねっていうところで、まあ、もう一回、えー、と改めてレンズって何だろうかっていうところをちょっと考えていきたいと思います。 そそもそもゲッターとセッターっていうのを抽象的に定義したものですよねと、まあ、ゲッターセッターって何だろうかっていうところはまあいいとは思うんですけれども皆さんのおなじみのゲッターセッターを抽象的にしたものですよっていうところでのやつですとで例えばですねあとは他にもともとピュアリファンクショナルリファレンスとかって呼ばれてたりもしますでまあ実際は、えっと、数学的な,なんかこうバックグラウンドとしては余状体コモなどの余大数というものも あったりするでですねもう一度ちょっと改めて考えたいんですけれども「ゲッターセッターって何だっけ?」っていうところで、えー、まあ広く一般的な意味でっていうとこを囲書きはしてるんですけれども例えばオブジェクト思考言語においてあるフィールドの値なんかをその取得したり取,、えー、と取得するやつはゲッターですよねとでそして、えー、と値をその、えー、変更してセットするようなやつをセッターですよねと。 でこれら大体まあゲット風とかセット風とかって名前が付けられてるおなじみのあいつですよあいつですさて皆さんこうゲッターセッターっていうものがイメージできたところで、えー、とじゃあそもそもそのゲッターセッターっていうものをもう一度考えてみましょうというところで特定のクラスに依存しない汎用的な関数として考えてみるとじゃあどうだろうかっていうところで、えー、とまずはですねゲッターの仕事何をしてくれるもんだろうかっていうのをちょっと考えてみたいと思います ゲッターっていうのは先ほども申しましたけれどもオブジェクトからある値を取り出しますとじゃあこれを関数の型で関数で書いてみるとどうなるかっていうと下の、えー、とちょっと小さいかもしれない見づらいかもしれないですけど下のゲットっていう、えー、メソッド、まあ、今回メソッドでちょっと定義してみます、えー、と型パラメータを取るのでメソッドの定義になっちゃってるんですけれども、えー、とゲット S っていうそのあるデータを取ってそこから値 A 取り出すっていう処理になりますね じゃあ今度セッターを考えてみましょうセッターって何だろうかっていうと例えばそのオブジェクトの何かしらデータの中のある一部の部分をある値特定何かしらの値に変更するっていう処理ですこちらがですね例えば型で関数の型で表してみると S 何かしらのデータ全体のデータを沿ってでさらにそのセットしたい値 A を取ってで最終的にセットした値を返す でセットするときにです、ね、例えばそのユニットとかも、えー、何も返さないというのもありえるんですけども今回の場合は、えー、とセットして書き換えた後の S 型の、えー、と全体のデータが返ってきますとなので、えー、と型,上型の上では、えー、と同じ S なんですけれども中身の、えー、と A のフィールドに対してはフィールドの中身の値は変わっているという捉え方、ー、をしていただければと思いますさてですねじゃあここで、えー、ざっくりもう言ってしまいましょう。 あるオブジェクト S の方各フィールドに対して先ほどお話ししたゲッターとセッターが存在したときにそれらを使って汎用的なゲットおよびセットメソッドの提供を考えてみますその仕組みを実現するものを、えーまあ、今回の発表の中でレンズと呼称していきますえっ、ー、と先ほどの言った通り、えー、ゲットセッター ゲッターとセッターを使ってレンズを組み立て、レンズというデータを作ります。まさしくこれがですね、レンズの定義です。えー、と、あるフィールド、フィールドじゃないデータ S に対して、その S から A を取り出す関数、ゲッターと、えー、セおよびそのデータから、データと、データじゃない、えー、S を取って、A を取って、S を返すような関数を、セッターという関数を受け取って、そこから作られるこのゲッター。 レンズというデータ型をこのように定義しますと。で、えー、そうするとですね、まあ、あのコンストラクターに取ったゲッターとセッターから、まあ、ゲットセットそして、まあ、モディファイという処理を作れますよねというところで、えー、とこれをですねまさしくゲットセットレンズという呼称しますで、えー、と。で、まあ、改めて順番に見るとゲッターセッターをコンストラクターの引数として取ってでえっ、ー、と 見ますで使い方はどうするかというと例えばユーザーというケースクラスを定義してやってでそのケースクラスの、えー、と ID に対する ID フィールドに対するレンズはこのようにて上のように定義します。えー、とまず上のアンダースコアドット ID というところがゲッターですねと下のところユーザーを取って新しい ID を取ってユーザーのコピーメソッドを呼んでいるこれがまさしくセッターですねと。 でえー、とレンズっていうのはですねそのあるフィールドに対して注目してそのフィ注目しているフィールドに対して値を取得するのかそれとも値を書き換えるのかっていう処理をするので各フィールドごとにレンズを定義してやる必要がありますさて使い方です使い方はですね、まあ、例えばユーザーっていうデータがあった、えー、ときに先ほど定義したア,イ、えー、とアンダースコア ID っていうレンズですね こちらのゲットというメソッドを呼んで引数にその実際のデータを渡してやると注目している ID フィールドの値が取得できるとで下では、えー、と例えばアンダースコアネームドットセットって呼び出していますけれどもここであるユーザーっていうデータの中身を、えー、と書き換えたいと、えー、例えば下のモディファイの方とかなんかは、えー、アンダースコアドットアップアッパーケースと、えー、文字列を全部 おにしま,すよとあとしますよというところで処理を簡素適用してそれが適用された値ユーザーの ID は100のそのままで名前が書き換わっているものが返ってきますよと。でですね、えーとまあ、使い方はこのような感じでじゃあ簡単に使えたんですけれども先ほどゲッターとセッターを持つものがレンズだっていう呼,をしました、えー、と呼び方をしました。まあ、とはいえですね、えーと ちゃんと法則を満たさないものは、まあえー、と処理として処理としてっていうかレンズとしてレンズという概念とまではいかないけれどもレンズっぽい何かみたいになってしまうわけですね要するに,必要,に、えー、と必要な法則がありますレンズっていうものを名乗るからには必要な法則があります。 それが何かっていうと、えー、まずゲットセット、えー、と例えばあるデータ S から値を取得してきてそのフィールドの値をもう一度、えー、とそのままもともとあった S に入れたらもともとの S と同じですよねとでセットゲットっていうのは、えー、とある値を、えー、とそのデータに対して S に対して入れますセットしますそしてそのセットした値をもう一度ゲットで取り出したらば、えー、と最初にセットした値と同じですよね A、えー、と A とと同じですよねとで最後下セットセットって故障してるんですけども、えっと、ある値 A1 をそのデータの中に入れますそしてその入れられたデータに対してさらに今度 A2 っていうものを入れるんですねそうするとも、えっともと最初の S に対して A2 っていう値を入れたもの、えっと、セットしたものと同一ですという性質になります これらをなぜ満たす必要があるかというとですね、要するに、えっと、特定のフィールドに対して注目していてそのフィールド以外に、えっと、影響を与えないということを、えー、保証したいそういう要望があっての、えー、満たすべき法則というところでございますとさて、えーっとですね、じゃあ今度はですね、まあ、先ほどレンズの定義して使い方を見てきてじゃあレンズがレンズたる ゆえの法則というものも見てきましたけれども、じゃあネストしたデータ構造が対象のとき、先ほどコピーメソッドの地獄、すごいこう深いコピーメソッドのやつを見てきましたけれども、あれをじゃあどうやって解決するんだろうか、えー、っていうのを見ていきたいと思います。まずはですねレンズの合成というものを考えてみましょう。えー、と例えばですねもともとレンズ定義されていて、そこに対してですね他のレンズというものの合成を考えます。 デフコンポーズというメソッドです、えー、とまず、えー、と S から A を注目するようなレンズですで今 A に注目していてで今度その A の中の B に注目するということで、えー、とコンポーズの引数、えー、と他の合成するときには、えー、と S から A そして A から B そして最終的にはレンズの S から B っていうレンズを取得したいとなので、えー、と合成を考えるとこのような形になります 関数の合成と同様の、えー、似ていますと同様の、えー、合成になるとは思うんですけども、まあえー、とシグネチャー的にはこのような形になりますよねと、はい。でですね、えー、とコンポーズメソッドをこのような形で定義してやりますと実際にはこのような形で定義できませんちょっと複雑でもうちょっときれいに書くこともできるんですけど一旦このような形で定義しています。はい 実際にコンポーズという合成を考え,ら考えることができましたけれども、えー、とコンポーズをすることによってじゃあ、えー、と本当に解決するんだろうかというのをちょっと見たいと思いますじゃあ先ほどのユーザーというものをフィールドに持つメッセージというケースクラスを定義してやります えっとですね、それ、メッセージというデータを定義してやって、じゃあ、えっと、今度はですねそのメッセージの中のユーザーフィールドに対する、えー、ユーザーフィールドに注目するレンズを下のように定義してあります。これはもう定義の方法はおなじみですよねと、このようにして定義してあります。はい で前もってこのような形で見ていきます。レンズを使わない場合ゲッターというのはフィールドをたどっていくだけですからメッセージの中のユーザーの中のネームというのを簡単に取得することができますよねと。一方で例えばメッセージの中のユーザーの中の名前を変更しようとした場合には 上記の中真ん中ぐらいのところに書いてある通りコピーメソッドがこのような形でどん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 ネストしてきますよねとで関数を適用する場合も同じような形でどん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 ネストしますよねという状態になりますよねとでこれをじゃあレンズを使ってどう書き換えられるかっていうと,、えー、と例えばユーザーの、えー、ユーザーっていうレンズのドットゲットを呼んでそこの引数にメッセージを渡せばユーザーフィールドの名前の値が取れますよねと。 でそのユーザーというレンズとメッセージの中からユーザーを取り出してでそのユーザーを取り出した中からネームを取り出すネームに注目しているレンズというものをも、えー、ともとメッセージの中からユーザーを取り出すものと、えー、ユーザーの中からネームを取り,出すもの取り出すものというか注目するものですねの合成として表現できます。なので2つ目の例で、えー、とユーザーコンポーズネーム のこのレンズの合成によって、えー、と最終的にはメッセージの中の、えー、とユーザーの中のネームのフィールドの値が取得できると。同様にして注目しているので、えー、とレンズの合成自体を変更することはなくそのユーザー、ザ、えー、ごめんなさい、えー、とレンズの合成したものを使って、えー、とゲットも呼べるしセットもできるしモディファイもできると。 要するにその特定のフィールドに対して注目をしているというものがまさしくこのレンズの表現でありますとさて皆さんここまででレンズの定義を見て法則を見て合成を見て、えー、とコピーメソッドの地獄とかあのすごいネストしたものを解決してくれるんですよねというものを見てきましたと。によってですね、えー、じゃあ皆さんレンズの基本的な概念を完全に理解したんじゃないかなと思います。 じゃあです、ね、今度はですねちょっと実はですねレンズっていうものはですね、えっと、コ,ンセプトかコンセプトとか実装に応じていくつか種類があります、えー、先ほど見てきたものが、えー、ゲットセットレンズと呼ばれるものですねであとはですね、えー、セットの代わりにモディファイを使って定義したものこちらも、えー、ゲットモディファイレンズとか 呼ばれていますその他にもですね Eyeso、えー、レンズとかストアコモナドレンズですとかバンラールフォーフェンレンズなんていうものがあります。えー、っとそうですねありますと。で他にもいくつかあるんですけれども、えー、今回はですね、えー、と一番面白いコンセプト的に一番面白いバンラールフォーフェンレンズというものを見ていきたいいと思いますご紹介したいと思います。 ワンラル・ホーフェンレンズというのは何でしょうかっていうと2009年7月にトゥアン・ワンラル・ホーフェンさんがブログの中で言及していますこちらがですねハスケルの現在のレンズというパッケージですとかスカラのモノクルというライブラリタイ,プ、えー、とタイプレベルプロジェクトの中のモノクルというライブラリのコンセプトのも基礎概念基礎になっていたりしますとでですね じゃワンナール4フェンレンズってどういうふうな実装になってるんだろうかどういう定義になってるんだろうかっていうと,ですねえと型のイメージは上のような形になります。レンズっていうのはですね F がえとファンクターであってえー S と A っていうのは先ほどのレンズでも見てきた通おりもともとの全体のデータの型そしてえー A っていうのは注目しているフィールドの型です。 でそれを型で表すと S を取ってそして A からそのファンクターの FA に移すような関数そしてそれらを使って最終的に F の S っていうものを返すというものになりますじゃ実際に定義するとどうなるんだろうかっていうとアブストラクトクラスで下のように定義していますえっとランっていうものを呼んで実際のその全体のデータを渡すと全体のデータとえっと F 関数ですねここの A から A を取って FA を返すような関数そして最終的に全体を書き更新された F の S というものを返すというシグネチャーでも実装になりますとでですねちょっとスカラでは書けないハスケルで表現するとこのような形になりますとこれがもともとハスケルの方で定義されているマンラール方ンレンズの定義になりますと。 でえっと、関数、もう最初に、えっと、引数に渡している関数と、えっと全体えっと S、データ S の順番が入れ替わっているのは、えっと、ちょっと実装上の都合で、えっと、型推論スカラで型推論をさせるためにあえてこう S の型を、えっと、引数の順番を入れ替えていますがシグ,ネチャ的にシグネチャというかやりたいこと、えっと、表現としては同じになっています。はい、さて、ここまでで、えっと ほどえ先ほどね、バンダードェンレンズの定義についてざっくりお話しさせていただいたんですけども、ちょっとだけ緩和球大ということで、話横道にそれます。皆さん、トラバース関数っていうのはご存知でしょうかトラバース関数っていうのは、えーと、G がですね、アプリカティブというのインスタンスであることを制約を使って、えー、と引数にまず FA、もともとの FA と、えー 関数 A から GB にするような関数そして最終的に、えー、と G の FB という関数を関数じゃない結果の値を返すというような関数になっていますと例えばですねまあ「isEven」っていうメソッドを定義してあって、えー、ともし2で割り切れた場合にはサムでその値を返しますそして、えー、値が偶数、えー、でなかった場合には Non を返しますというような 関数を使ってリストのトトラバーススをリストにリストのイント型のデータをこのトラバースしてイズイーブンっていうものを適用すると中身にそのイズイーブンを適用して最終的にべて全体が中に関数を適用した結果全てサムだった場合にはそのオプションとリストをひっくり返して最終的に えー、とサムでくるままれてて帰ってきますとでもし一つでも、えー、例えば偶数でないもの奇数が混ざっていた場合にはその処理自体全体がノーになりますよという処理になっていますとで,ですねこの例ではスカラ Z を使っているんですけれども例えば、えー、と皆さんおなじみのところで言うとフューチャーのシーケンスとかフューチャーのトラバースっていうものがあったりするかと思います。あいつも、えー、とリストの中身に えー、リストの中の要素に対して、えー、フューチャーを返すような感想的を適用していってそして最終的にその結果全体を、えー、とフューチャーにくるんで、えー、と結果としてリストのまとめて,くれて返してくれるような処理ですとなので意外とおなじみに使われているものじゃないかなと思います、はい、ということで緩和球大で、えー、とトラバース関数の紹介でしたじゃあなんでこんな話をしてたかっていうとですね、まあちょっと 実は後で登場してくるんですけれどもまずはバンナール方面レンズを理解するためにそもそも、えー、ともう一度ゲッターとセッターっていうものを再考してみましょうかはいセッターの再考ですえっ、ー、と冒頭に出てきたセッターっていうのの型っていうのは、えー、とこのような形で S を取って A を取って S を返すというようなものでしたけれどもまあちょっとえー 実はですね、モディファイのメソッドの特殊系だよねっていうところで、まあ、モディファイを使えばセッターセッターじゃない上の、えー、とセッターは定義できるので、えー、と型としてはですねもうちょっと表現力を持たせるためにちょっと下のような形で S を取って、えー、とその S の中に入っているフィールド A の値そしてその値に対して関数を適用して S を返すというような処理というものを改めて今度はセッターと読みましょう。 はい、皆さんこの方に見覚えないですかと。これはですねまさしくファンクターになります。ファンクターのマップです。えっ、ー、とマップのシグネチャーをもう一度見てみるとファンクターの F の A にっていうものとそして A から B っていう関数と取ってそしてその F の中に入っていた A を B に。 えと変更した関数適用した結果 FB になっているような、えー、と関数ですよねと。つまりですね、えー、とこの今回やろうとしているセットもしくはモディファイというものはですね、えー、と各フィールドに対するファンクターのマップを呼びたいんだマップを実行したいんだというお話になります。 で,ですが、えっとまあ多分ファンクターのインスタンスを定義されたことはあるかな,あるかなというか、まあ、ある方とかいるとは思うんですけども、えっと、イメージとしてはタプルの時です、ねえっと、例えばスカラ Z のタプルの、まえっとま、各タプル,タプル1タプル2タプル3とかって増えていくんですけどもその時の、えっと、ファンクターのインスタンスっていうのは、えっと、一番最後の要素に対してのみ、えっと、定義されていますと。 なので,です、ねまあ、要するにファンクターのインスタンスっていうのはあるデータ型に対して、えっと、そのフィールドの中身に対して全部、えっと、定義できるようなものでは、まあ、ないというか、まあ、そ,そんなことをするっていうのはあんまり現実的ではないですよねと。なのでですね、えっとまあ、ちょっと話先ほど登場したトラバースなんですけれども、えっと、ファンクターのマップっていうのはトラバースで定義できますよねと。 トラバースを使ってファンクターのマップを定義してやることができる。一番下の定義によって見えるんですけどもトラバースの型パラメータのところ G っていうところに ID を定義入れてやってでその ID でもってマップを実現する ID を入れたトラバースによってマップという関数がマップという処理が実現できると。 つまりはですね、まあえっと、先ほどファンクターのインスタンスを作りたい、でもつあんまりそんなフィールドごとに作るのは面倒くさいという話だったので、まあ、そもそもそれをデータ型として定義して明示的に渡せば、えっと、解決するじゃねえかというところで、えっと、つまりはです、ねえっと、このトラバースの何だろう、何て言ったらいいんだろうな。えっと このファンクターのマップをえっとですね下のモディファイの感想を見て感想じゃないメソッドを見ていただきたいんですけれどもえっとセッターっていう名前をつけていますでセッターは先ほどえっと一番最初の方に登場した抽象的なえっとレンズの定義えっと F っていうファンクターのインスタンスを取ってでそして S を取って A を使ってっていうようなレンズの定義に対してえっと S レンズのそもそもその F のところに ID を適用したような 型ですよとでこのセッターを使って、えー、と先,ほどから先ほどレンズの中にメソッドとして定義していた modify とか set っていうのを独立した関数として定義することができます、えー、と引数にまずセッターというものを取りますこれがですね、えー、とファンクターのインスタンスとして、えー、ファンクターのインスタンスとしてっ、えー、と一時定義していたようなものを、まあ、明示的に渡すような イメージだと思う明,示的なもの明示的に渡すようなものだと思ってもらえれば大丈夫です。でそのセッターを使っても、えー、ともと変更したい対象のデータを取ってで適用する関数 F を取って最終的にそのセッターの欄を呼んでやってで S と F を渡すと。でセットはモディファイさえあれば定義できるのでセッターの欄を呼んでやって、えー、と引数を無視して A を返せばいいというような処理になります。 でですね、今度はゲッターもや同じようにやってみましょうまずはですね、えー、冒頭に出てきたゲッターの方っていうのはこのような形になります S を取って A を返しますとでただしまあ単純に取得するだけっていうのは、えーとまあ、ちょっと表現力としてもったいないので、えー、関数を適用したような適用して結果を返すようなものとして改めて定義したいと思います、えー、とまず S っていうデータを取ってでその S の中に注目している A のフィールドの値 これを取って、えー、何かしら書き換えて、えー、それを最終的に返すような関数ですとこのような形で定義します。でまあもう一度このような方っていうのは何か見覚えあるんじゃないでしょうかとそれはですね、えーとまあ、フォールダブルですとフォ,ール,ドフォールダブルのフォールドマップがまさしくこの方のシグネチャーをしています。 物色の制約が必要にはなってしまうんですけれども例えば FA を取って A から B のような関数を取って最終的に畳み込んで B を返すような処理ですと。でまあ同様の理由で、えっと、まずそもそもゲットを各フィールドにしたいのであれば各フィールドに対するフォールドマップが欲しいと。 ただしですね、まあ、先ほども申したとおり各フィールドに対して、えー、とそのインスタンス、えー、フォルダブルのインスタンスを定義していくっていうのは現実的ではありませんということで、まあ、明示的に渡してしまいましょうでじゃあどういうことかっていうと,、えー、とフォールドマップっていうのはトラバースを使っても、えー、定義できますとでちょっと、えー、上から順番に見ていくと,最初、えー、とトラバース、えー、先ほどと同様の定義ですとでこいつを定義したときにそのコンスト 今度はですね、ID ではなくて、コンストです。このコンストを使って、えっ、ー、と。コンストに対して、えー、ごめんなさい、コンストを使って、そのトラバースの。えっ、ー、と、ジのところをコンストにして、えー、実行すると、最終的に。えっ、ー、と、フォルドマップ、フォルダブルのフォルドマップと同様の処理、えー、じゃ、同様じゃない、えー、フォルドマップの処理を実現することができると。で、ですね。えっ、ー、と。 その先ほど一番最初に定義していたレンズのえっとファンクターのインスタンスを要求する部分でコンストを入れてえ同様に定義すると今度はゲッターを作ることができます。でそしてこのゲッターを用いてゲットメソッドを作ることができます。えっと、同様にしててゲットの欄を読んでやって A のあー、えっと、データの S を取ってその中から A が取り出されてその A をまあコンストにくるんでもう一度ゲットコンストするとこのような処理を書くことによって、えー、ゲッターという処理が定義できますとさてじゃあですね、えー、先ほどからこいつ何言ってるんだって話になるんですけれどもえっ、ー、と そっっで定義したレンズっていうものの、えっと、F ここを ID にするかコンストに定義コンストにするかで、えー、ゲットをするかセットをするかっていうのが切り替えられるというふうなところになりますというのが今回のお話の主で、えー、主なところでございますじゃあ、えっと、先ほどのユーザー ID とネームっていうフィールドを持つユーザーに対して、えっと、そのネームフィールドに注目するようなレンズというものワンラール・フォーフェンレンズを定義してみましょう こちらがです、ね、実装がこのような形になります。えー、と引数はまずユーザーを取って F の、えー、その注目しているのがネームフィールドですからストリングを取ってで最終的にそのスト F にくるんだくるまれたようなストリングを返すとで最終的には全体 F にくるまれたユーザーを返すとこのような処理はどうやって実現できるかっていうとファンクターのマ,、えー、とマップを使うだけで、えー、実現できますよねと。まず、 引数にユーザーのネームを取って、えー、と F がです、ね、ストリングを取って F にくるまれたストリングを返しますのでユーザーのネームのフィールドの値を取ってそうするとですね、えー、と F にくるまれたストリングが返ってきますからそこ,を使そこに対しそいつを対象にマップを呼び出してであた、えー、と N のところにネームが入ってきてでそのユーネームを、えーと ユーザー c コピーネームを読んでいくこれはですね、と。これによって型のシグネチャ的にしますと、これで、えっと、ファンクターのマップを使っているという、ファンクターの制約が必要というところはここになります本当にこいつが動くのかっていうのを、まあえっと、実際にやってみたいと思います。本当にいけるかなと。えっと でですねえっと、いけるのかなと言いつつです、ね、さっきちょっといろいろ手元でやってたんですけどゲットの方がです、ね、型のシグネチャが合わ,なかった合わない都合で,です、ね、ちょっとパッと動かないのでちょっとセッターの方だけのデモになってしまって申し訳ないんですがやってみますと、えっと、今、えっと、ユーザーというデータ型がレスの3で入っています。でえっとこいつで えーとネームのレンズが、えー、とこのような形になっていてちょっと見にくいなーと、えー、と細かくて恐縮なんですけれども、えー、と先ほどお話ししてきた定義がここに入っていますと、えー、まずファンクターが定義されていてそのファンクターの、えー、とインスタンスとして ID のものとコンストの、えー、インスタンスが定義されていますと。 でレンズは真ん中の方に定義されていて、えー、と F は、えー、ファンクターの制約がかかっていますと。で、えーと、ランのメソッドのシグネチャーがこのように S を取,を,、F えー A、を取って FA を返す関数を取って最終的に F の S を返すと。で、えー、とセッターとゲッターがメソッドとして定義されています。あごめんなさいセッターじゃな、えー、セッターじゃない、モディファイと、えー、ゲットが定義されています。で、えー、モディファイはセッターを 取って S を取ってでさらに A から A の関数を取ってで、えー、ランを読んでやるだけというふうになっています。で下の、えー、とアンダースコアネームがこれが、えー、とネームフィールドに注目するようなレンズで、えー、とランのメソッドを実装しています。こちらは先ほどスライドで出した、えー、ファンクターのマップを使った実装になっていますとで。これを 実行してみますモディファイはこのようなシグネチャーになっていますと,、えー、と先ほど言っていたネームのレンズを渡して、えー、とデータユーザーが。 ユーザーが定義されていて、えー、とモディファイの引数、第1引数がレンズを要、セッター、えーと、レンズの F のところに、えー、ID を適用したものを要求しているんですけれども、それは硬いエリアスでレンズを渡せば動くはずで、ネームのレンズを使って、でえー、と引数に名前が渡ってくるので、えー 失礼しましたここにユーザーを渡さなくちゃいけない。で、えーと、これを実行すると、なんとですね、まさしく本当に名前のところがアッパーケースされるというふうな形で、えー、と実際にこれでレンズを定義することができると。はい、で、ちょっとスライドと戻って。 はい、でですね、えー、と先ほどからセッターだのゲッターだのを言ってるんですけれども、えー、とこのゲッターセッターっていうものの型を改めて並べてみますそうするとですねえっ、ー、とセッターっていうものは上のような形で A を取って ID にくるまれた A を返して ID にくるまれた S を返すとゲッターっていうのは、えー、と A を取ってコンスト A にくるまれた型を返してコンスト A の S を返すような でこの2つの、えー、と部分の共通している部分、えー、とセッターでは ID、えー、ゲッターではコンソトそしてこの2つの、えー、マップを呼び出しているので、要するにこの2つの、えー、部分を型パラメータ F と置いて、その、えー、型パラメータ F のインスタンスが、えー、とあちゃちゃちそれがファンクターのインスタンスであれば、えーと、両方、ゲットも処理もできる、セットの処理もできますよねという。 えー、ところで、えー、っとレンズっていうものは実は1つの関数で定義できて F がファンクターのインスタンス制約をかかっている中でこのような関数を定義すると、えー、ゲットセットという処理が、えー、っと定義できますよとまさしく先ほど最初の方で見てきた定義がまこれになりますとでまあこの関数定義したけれどもじゃあ合成がうまくいくんだろうかっていうところで ワンナーフ方填レンズってそもそもじゃあそれそんな定義してるけどうまく合成できるんだろうかっていう話で、えーとまあ、実際に、えー、とマップっていうのはトラバース関数で定義できましたよねと,フォ,ールダ、えー、とフォールダブルのフォールドマップもトラバースを使って実装できましたよねとでそれは、えー、と ID にするかコンストにするか切り替えられていた。で ワンラル・フォー・フェン・レンズっていうのはそのファン、えー、と F がファンクタのインスタンスであるという制約だけで中身の、えー、とトラ実際はトラバースの関数として合成できるんだろうあ、えー、と実際はトラバース関数と同じようなシグネチャでもって実装されていますよと,で、えー、と残念ながらです、ね、先ほどの定義の方向でやるとです、ね、単純な関数の合成としてトラバースの合成関係ないのでちょっとハスケルで書いていますと。えーと F のところに ID が入るかコンストが入るかっていうところですと。で、えー、とこれをですね、えー、とドットハスケルの関数の合成をしていくと,、えー、とこのような形で、えー、と下のような形でどん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 ネストしていくんですけれども、えー、とまずですね上の方の F えー、違う違う一番下の、えー、と一番右側の方の F にくるまれた t 1 t 2 t, t 1 t 2 t t 2 B っていうところなんですけれどもこれがですねまさにその左から順番に、えっと、その例えば先ほどやった、えっと、メッセージの中のユーザーの中の、えー、名前のフィードの文字列というところで構造が一致するんですねまさしくそのトラバース関数というもので合成していくっていう表現ができているので実際には、えっと、合成ができると。 実際に合成できるしその合成した結果に対して F に ID を入れればセッター,ッターが得られるし F にコンストを入れればゲットができるというふうな形で定義されています。でですねハスケルの方でレンズの方を書くとこういうふうになってますよねというおまけで。 最終的にちょっと結論、えー、とハスケルの方でできたからスカラでもできますよねっていうのもなんかあれなんですけれども実際にはちゃんと合成をすることができますただしちょっとシグネチャーの定義とかあとスカラでは関数の合成、えー、とっていうのがですねちょっと弱いので、えー、とそのままのシグネチャーで合成していくことはできないんですけれども結果的にその概念としては合成を表現することができます。で、えー、と 最終的にはまとめとしてはレンズの基本が分かっていくつか種類があってで、まあ、ちょっとバンナール方変レンズっていうものの定義そしてどういったコンセプトになっていてどういった風に合成して実行できるのかなっていうところが、まあ、ちょっと理解でいただければなと思います。ご、はい、ご清聴ありがとうございました 話あえっとちょっと自分もレンズについては本とか読んでざっくり基本は知ってるつもりでいたんですが、はい、こう実際にこうセッターゲッターを地道に定義してセッターでこうネストしたコピー書くのと比べて行動量はあんま変わってないじゃんとか思っていて、はい、実際にこうそれを使うと業務シスアプリケーション的にどう嬉しいのかがまだ理解できていないんですけどその辺り かかお聞かせいたただけたりしますあと実用例ということですかね、そうですね、えっと、メリットとしては先ほどの、えっと、データがネストしてデータネストしたデータっていうものを、えっと、その特定のフィールドを注目して書き換えたいですよねとかあとその値を取得したいですよねっていうふうなところがまあ一番大きなところで例えば、えっと、JSON のデータ構造があって。でその 例えば JSON のライブラリーでもってマクロを使ったりとかシェイプレスとか使ったりとかしてこうマッピングその JSON の構造に対応するようなデータ型を定義して相互変換しましょうっていうことはまあ可能なんですけれどもえっと例えばですねまあすごい大きい JSON とかなんかもうこのフィールドしか実は使ってないんだよねとかっていう時にそのこの フィールドの中のこのフィールドの中のこのリストの中のこのオ,ジあこのオブジェクトの中のっていうたどっていくような先ほどのレンズの合成を書くだけでそのフィールドに注目してそのフィールドの値を取得できるとかっていう、えっと、機能が提供してるされてたりとかするんですね。なのであくまで JSON のライブラリーの中で使われたりとかあとはその複雑なデータ構造、まあ、既存のシステムで定義されてしまってたりとかっていう場合に、まあ、そのレンズのえっとで。 処理っていうのを、えー、と使えるので、えー、となんか個人的にやってた時はですねあのテストのなんかドメインのこうちょっと大きめのデータ構造になってしまった時にそれをテストする時にそのテストの、えー、とフィールドの特定の値を書き換えてそのフィールドの値が書き換わってるからちゃんと動いてるよねっていう,こうテストをするためのデータを作るためになんかちょっとしたビルダーみたいな時とかに使ったりしましたというところで大丈夫ですかね。な,んかなので 結論としては、あのそういったあくまでそのデータを操作するようなところが結構メインになりますっていうところですね。はい、なるほど。<あ>はい、いありがとうございま,すあうます。ちなみにライブラリの実用例としてはモノクルが、えっと、キル系の中で使われてたりとか、えっと、あと、そうですね、そういったところで使われているっていうのは見たことがあります。はい 他にありますかじゃあなければ以上で終わりたいと思いますありがとうございました